それではアンコールという雰囲気でございますので、実は、お耳汚しかもしれませんけれど、まあ、私ということで唐松を混声合唱で かつて芸大で私の作曲の教室で勉強してくださった中村健、今は先生に、指揮をしていただいて、私がピアノを弾かせていただきます。